株式会社北海道ファミリーマートはかつて存在したファミリーマートの北海道地域運営会社。2016年3月1日にファミリーマートへ会社分割の形で事業上とした。丸ルヨニはファミリーマートの筆頭株主である伊藤忠商事と従前から資本関係にあり北海道に進出していなかったファミリーマートとは DVDC 例や聖母商品取り扱いなどで提携関係にあった。それゆえ、道内でコンビニチェーン店舗数シェア第1位9月時点を有する成功マートとの兼ね合いからファミリーマートの道内進出は最後まで手付け、数であった。2006年、ファミリーマートの全国出店構想に基づき、丸よ西尾が51%出資し、主導権を握る合弁によって、 北海道ファミリーマートを設立。道内におけるエリアフランチャイズが実現した。会社設立から半年後の同年7月に第1号店としてファミリーマート札幌本町一条店を札幌市東区にオープン。これをもってファミリーマートは1997年のローソンに次ぐ2番目の全都道府県出店を達成した。当初3年以内に 札幌県を中心に50店の出店を予定していた。しかし2015年3月26日、ファミリーマートは、成功フレッシュフーズとの間で、北海道ファミリーマートに関わる合弁契約を解消したと発表。全75店舗のうち27店舗を成功ーマートへ譲渡し、同社店舗に転換された。 7月1日には新設分割で北海道ファミリーマートが設立された。2代目となる北海道ファミリーマートはファミリーマートの完全子会社であった。2016年3月1日、北海道ファミリーマートは親会社のファミリーマートを継承会社とした会社分割により北海道ファミリーマートのコンビニエンスストア事業を事業上とした。これによりファミリーマートは 北海道ディストリクトを新設した商品や決済など対応サービスはファミリーマートを参照。一部、北海道オリジナル商品が発売される。ありがとうございます。